はい、ブレイブリーセカンド実況プレイのパート29やっていきたいと思いますと。温泉郷湯の花にやってまいりました。敵の攻撃を受けて、負傷してしまった陽子を助け出すために、この温泉郷湯の花のね、温泉に浸かれば、きっと傷にも効くだろうと。いうことだそうです。早速ね、温泉に連れて行きましょう。ようこそおいでくださいました。私、中井のさくらと申します。本日もたっぷり全開の湯をご用意しておりますよ。よーし、それじゃあ陽子ちゃんの面倒は私とマグノリアが見るよ。かたじけない。妹をお頼み申す。ところでユウ、覗いちゃダメよ。覗かないよ。覗いたら殴るからね。だから覗かないですってば。いくら俺でもやっていいことと悪いことは分かりますよね。ティーズさん。そうだね、お風呂を覗きたいなんて思ったこともないや。おう、世のファン、つまらない男たちね。むちゃくちゃだよそれ。これが揺れる乙女心ってやつなのかな。なるほど、さすがティーズさん、勉強になりますなんてね。ジョークよ、ジョーク。それじゃ私たち行ってくるわね。覗くなってのはジョークじゃないからね。じゃあ僕らも一風呂浴びちゃおうか。いいですね。俺温泉に入るの初めてです。ではそれがしもご一緒つかまつる。さあ、お風呂に入ろう。男しか見せられないって、あんまりだ。仕方がない。選択から女性にするとは、メニューの作戦から並び替えを選ぼう。並び替えたらなんかあんの？入れないってよ。まあ結局ね、野郎の風呂姿を見るしかないっていうことらしいです。ふう、いい湯だね。温泉っていいもんですね。長旅の疲れも湯に溶けていくようでござるな。それにしても段三郎さん、すごい筋肉ですね。まさに鋼の肉体って感じです。その鋼の肉体があの鋭い立ち筋を生むんですね。俺ももっともっと鍛えてマッチョにならないとダメだな。いやいや、筋肉は量ではなく質でござるよ。特に剣の道に進むのであれば、筋力の他にもしなやかさが重要。その点お二方ともなかなかしなやかな良い筋肉でござる。そんなもんですかね。でも段三郎さん、ティーズさんのたくましい肉体に憧れます。俺もムキムキになるぞ。ちょっとユウ、何やってるの？うわ、逆に何やってるんですか、三人とも。何を話してるのか気になっての。筋肉がどうとか興味深いじゃない。だったらティーズさん、段三郎さん、たくましくしなやかな肉体を見せつけてやりましょう。いや、さすがにそれは。剣に魂を捧げたそれがしも恥じらいというものはあるでござる。だそうです。っていうか早く引っ込んでよ、3人とも。ぬぐぐー、ナミさん、せっかくヨーコちゃんが元気になったから顔を見せてあげたのに。え、そういうことだったの？まったく冗談が通じにつまらぬ男衆じゃの。引っ込みますよーだ。てか覗いたら殴るからね。覗いたのこっちじゃん。なんですかあれ。あんなに覗くなって言ってたくせに。やっぱり乙女心はよくわからないね。というか今きっと世の中の多くの人ががっかりしてますよ。チーズさん、俺だって相談があるんですが。まさかユウ。そうです、あれはオスな系の誘いです。あいつユウ意外と頑張りベンジ。ユウ成長したね。お忘れかユウ殿。あの柵の向こうにはそれがしの妹もいるでござる。どうしてもというのはそれがしを倒していくがよい。うん、やめておいた方が良さそうだねユウ。そうですね。さすがティズさん、賢明な判断です。いい湯でござったな。ええ、でもちょっとのぼせてしまったみたいです。少し夜風に当たってきます。先に部屋に戻っていてください。分かった。じゃあまた後で。はあ、いい風だな。気持ちいいや。ユウ、そなたも夕涼みかや？ああ、ヨウコ、傷の具合はもう大丈夫？おかげさまでねな。そなたたちには実に世話になったわ。いやいや、こちらも助かったよ。ヨウコと丹三郎さんのおかげで永全大橋も越えられたしさ。これでやっと浮遊城を終える。時にユウ、聞くところによるとそなたは聖教騎士団の名家の生まれらしいの。それを見込んで聞きたいことがあるのだが。ん？なんだろう？そなたブレイブリー騒動という件を知らぬかや？ブレイブリー騒動？ん？知っておるのかユウ。あ、いや、そのというかヨウコ、その件がどうかしたの？いや、実はのその件を兄様に差し上げたいと思っておるのよ。兄様は将来この国の殿となるべきお方。しかし兄様が跡目を継ぐにあたり、父上はある条件を出した。伝説の剣ブレイブリーソード、それを手に入れろとな。どうしてそんな条件を？兄様は剣術に長け、才気にあふれ、人望もある一国の主にふさわしいお人なのではあるが、父上の実の子ではないのだ。それゆえ父上はそのような無理難題を兄様に与えたのであろう。兄様は跡目を諦め流浪の旅に出たのじゃが、私は違う。兄様にはブレイブリーソードを手にしてもらい、国の主殿となってほしいのじゃ。いやヨウコ、悪いことは言わない。あの剣を探すのはやめるんだ。もう知ってるんだ。なぜかよ。あの剣はただの剣じゃない。人を不幸にする剣なんだよ。ユウ、そなたはやはりその剣のことを知っておるのだな。うん、ちょっと聞いたことがあってね。ひょっとして剣のある場所も知っておるのかや？いや、そこまでは知らないよ。本当かの？ならば私が自分で考えなければいかぬな。そうよのう、ありそうなところといえば北の要塞シュタルク4とか、それともカッカ火山のふもとにある源泉堂あたりかの。おや、顔色が変わったの？ということはもしかして。いや、本当に知らないって。力になれなくてごめんね。そうか、残念よな。こちらこそすまぬの、あれこれ質問して。ではまたの。うわ、急に冷えてきたな。湯冷めしちゃいそうだ。少し早いけど今日はもう寝てしまおう。まあ明らかにね、何かあったっていう感じですよね。おはようございます皆さん。おはよう。みんなよく眠れた？イデアの寝言がすごくてあまり寝つけなかったわ。またまた、そんなことあるわけないじゃん。パフェ食べ放題のお店行ったでしょ、夢の中で。そんなの普通のことじゃん、寝言なんかじゃん。甘味どころにもはしごしてお店の人に無理言って流しおしるこするのも。流しおしるこ？甘酒のプールで泳いでパンケーキにくるまって眠っていたわよね。ごめん。あ、段三郎さん、おはようございます。ユウ殿、妹を見なかったでござるか？え、いないんですか？朝目覚めた時には姿が見えず、どこに行ったのであろう。あ、ひょっとして源泉堂に？どういうことでござるか？ゆうべ妹さんとその話をしたんです。それでひょっとしたらと思って。いかん、このような危険な場所、妹一人では。急いで追いかけなくては。失礼いたす。心配ですね。俺たちも行きましょう。源泉堂ってどこにあるのよ？カッカ火山のふもとです。急ぎましょう。ええ。さて。この辺にもなんか3つほどアイテムが。お、はい、全部ですね。なるほど。伝説の剣ブレイブリーソードね。あ、サブイベントが発生しました。じゃあ先にこっちだな。ごめんなさい。大丈夫ですか？ああ、こっちこそごめんよ。こんなのかすり傷みたいな。あー、て。ああ、無理しちゃダメよ。ちょっとここで休んで。骨に異常はないみたいだけど、しばらく安静にしていた方がいいかな。まいったな、急ぎの配達があるってのに。急ぎの配達？先日この町を出発してグラープ砦に向かった探検隊から知らせがあったんだ。急いで追加の食料を届けてくれってね。食料か。分かったわ。じゃあ私たちが代わりに届けてあげる。グラープ砦に向かった探検隊って言ってたけど、誰に届ければいいの？オミノス探検隊と言いまして。オミノス。オミノス。オミノス探検隊。まるまるとしたドゴンを連れてこの町で用心棒を一人雇っていきました。その方も変わった風貌でしたね。アルテミアとかいう弓の名人だそうで。そうアルテミアか。いいでよ。ってことは黒魔道士と狩人の2人。諦めてさっさと届けてしまおうよ。そうね。で運ぶ食料はそこにあるだけでいいの？これはどっちでもいいな。とりあえずはね。また追加の注文があると思うから、悪いけど追加の分も聞いてきてくんねえかな。わかったわ。ありがてえ、助かるよ。じゃあ早速グラープ取りで。これあれだね、属性風だね。魔法剣的なやつ。はい、グラープ砦にやってまいりました。お、落し物。推奨レベル最大30。倒しきれない。あ、でも今レベル30か。今まさにレベル30でした。よしよし。なんか落ちてる。あ、てかマグヌルの MP がそうかエアロレイパートしてるもんな。一角節さあ、推奨レベルはさらっと上回ることができました。これで今週は強いんじゃない？逆転知らんけど。もうきつい。ここ強い。これで一撃のデッタチームまで発動してたら、まあ、さっき発動してたけどさ、これは強いね。近道できた。あ、光特性もあるんだ。強い。いや、これトマホーク強いぞ。だいぶ遠慮を知らない強さだね。はいはいはい。別に無理に頭を斧遊びさせないでさ、普通に防御を固めてもいい強さかもしれないね。そういえば最近俺あれだ、アニスかまってねえや。あ、そういう話ね。間違えた。ダメージ量が全然違うもんね。パワーリスト。あ、そうか。力上げたところで、銃の攻撃力、銃や弓の攻撃力とは関係ないのか。なるほど。あ、隠し通路だ。今度はい。じゃあとりあえず今回はここでセーブをして終了にしたいと思います。また次回ね、引き続きこのグラープトリーの内部を探索して宝箱を全部回収してから、まあおそらくこの先にいるであろうオミノス探検隊ね、に会っていきたいと思います。はい。いやー、ぶっちゃけどっちでもな、今回のジョブに関してはぶっちゃけどっち取ってもいいんですけれど、まあどっちかといえば、狩人が欲しいかな。はい。まあそのつもりで、次回も続けていきたいと思います。車通してもいいのか。はい。だね。うん、次回車通しとるわ。はい。そういうつもりで、次回でまたやっていきたいと思います。はい。そんな感じで、ブレイブリーセカンドエンドリーヤー実況プレイのパート29、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見ていけるな。